新的なテクノロジーや今後成長が見込まれるスタートアップ企業に迫る日経テックライブ X です。 KDDI 経済産業省などが調査したイノベーション企業ランキング、つまりスタートアップとの連携に本気で挑んでいる企業の第1位に選ばれているということなんですよね、はいはい、トヨタとかソフトバンクを上回って1位になったと。でこの路線を引っ張ってこられた高橋さんが4月に社長になられたんで、まあ、その話を前回伺いました、はい、そして今回は前回もゲストにご登場いただいた KDDI ビジネスインキュベーション推進部部長の江畑智弘さんにお越しいただいています。江畑さん、引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一方、KDDI のスタートアップ支援無限ラボの一期生で、その後見事に成長を遂げているソーシャルギフトサービスを手掛けるギフティの太田社長にもお越しいただきました。太田社長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このギフトはデジタルのチケットを相手の方に送って、お店で受け取っていただくっていう形のサービスになります、うん、住所とか知らなくてもいいってことですか？そうですね、はい、メールとか LINE で送るような形になりまして、商品を選んでいただいて、はいはい、出てきました、はいではい、でこれをですね、先に決済をしていただく必要がありますので、はい、決済に進むってやっていただいて、オーダーを確定するというワンタップで、なるほど、はい、これでギフトが作られます、はい、最終的にURL がちょっとここに出てますかね。なるほど、こういった URL が生成されます、はい、これを相手の方に、まあ、メールとか LINE 等で送っていただくという、はい、利用実績ってどれぐらいになってるんですか？そうですね、今会員数がだいたい今90万人ぐらい、KDDI の支援を受けることになって、その、はい、無限ラボだったりファンドだったりってあると思うんですけども、はい、実際どういうサポートを受け、特に無限ラボで受けられたんですか？そうですね、やっぱり我々のサービスの、まあ、ビジネスモデル上、やっぱり多店舗展開しているブランドさんといかにこう提携をするかっていうのが非常に重要なんですけど、やっぱ創業期ってまだ実績もないですし、信用もないじゃないですか、まあ、そういった時にですね、実際に KDDI の担当の方と一緒に営業に行ったりとかで、KDDI の名刺出していただいて、支援してますってこう一言言っていただくだけでも全然やっぱそこは違ったなという印象ありますね。逆にその大手の壁ってのは相当単独でやると高かった。てかそもそも会えないですね会ってもくれない、アポが取れないっていう、アポが取れないですね。なるほどなるほど、はい、そこは逆にご紹介いただくようなシーンもあったりですとか、4月に新しいファンドの発表があって、そうですね、はい、その金額が大きいというのは理解をしているんですけども、次何か他に変わる部分というのがあるんですか？はい、今回明確にしたのは、特にそのテクノロジーの領域においてですね、はい、僕ら私たちの、グループ企業、はい、ともこう連携をよりこう密にして、はい、やっていこうというところで、うん、例えば、IoT の領域であれば、ソラコムの、はい、IoT プログラムというようなこういうものを立ち上げてですね、はい、そこでこう、案件をしっかりとこう発掘をしつつ、うん、提携モデルを作っていくと。出資先のスタートアップのまず発掘だとか、はい、その、まあ、メンタリングアドバイス、はい、等々をソラコムが手伝っていくと、そういうイメージですか？そうですね、はい、その傘下の会社が我々と一緒になってまたベンチャー企業への育成に関与していくっていうのは、ちょっと一段階スケールが上がったんじゃないかなって思いますね。我々が例えばソラコムをその M&A かけて、そうするとソラコムの経営者結構やっぱりその心には余裕が出てくるので、その我々のアセットを使ってグローバル展開やっていきたいっていうことと、また彼らが中心になって新しいベンチャーと一緒にやっていきたいという思いが生まれてくるので、それはいい循環だと僕は思う、うん。